旧唐屋敷は、兵庫県神戸市東灘区にある歴史的建造物。換気扇創業者、四代目、新兵、犬井新次の邸宅として、関西を代表する建築家、渡辺節が設計した個人住宅である。旧唐屋敷は、1936年に、旧住吉村に、モダニズム建築で知られる渡辺武士の設計によって、和館と洋館が建てられた。洋館は、 鉄筋コンクリート作り2階建て住宅で L 字型の建物に約20のよう和室、豪華な暖炉やシャンデリア、吹き抜けのホールなどがある。1993年、5代目当主の豊彦が死去し、養父、4代目当主に張りから受け継いだ邸宅は相続税として国に物納された。神戸市が約15億円での買い取りと、 歴史的建造物としての活用を提案していた、最中、阪神、淡路大震災で洋館と付随するガレージ、土蔵は損壊を免れたが、和勘が全開。震災による財政の悪化で、購入協議は中断したものの、1996年以降、国と委託管理契約を結び、ドラマのロケや内覧会、コンサートや写真展、 シンポジウム会場など市民団体の行事の場所として貸し出してきた。外装、内装、建具等は当初材のまま残されている部分が多く、渡辺が得意とする内外の装飾も大部分がそのまま残されている。NPO 法人などの協力により保存運動が続けられた結果、2009年2月24日に、母屋、ガレージ、土蔵、塀が、 神戸市指定文化財に指定され、建造物の解体を行わない条件で、財務省により入札が行われたが、不調に終わった。その後、同年11月5日に、神戸市土地開発公社が財務省に対し購入を申し込み、翌日購入が決定した。2010年3月19日に、町合所が市指定文化財に追加指定され、2011年より、 2012年末まで保存修復工事が行われ、その際に使用人棟や作業場等の文化財に指定されていない建物については解体撤去された。神戸市指定文化財の指定等の答申について、PDF 神戸市教育委員会2009年2月16日、旧から屋敷の取得神戸市からのお知らせ2009年11月6日、 神戸市指定文化財の指定等の答申。PDF 神戸市教育委員会2010年2月18日。神戸市行財政局財政部経理課。神戸市指定有形文化財級ら屋敷。保存修復工事神戸市ホームページ2011年11月16日。神戸市、完成施設の紹介平成24年度神戸市。ホームページ2013年6月6日。ありがとうございます。